俳優の久保塚洋介が2日自身のインスタグラムにてドラマ GTO の共演者との同窓会ショットを公開し反響を呼んでいる。久保塚は俳優の小栗旬、山崎優太、キラリと中睦まじく宴を楽しんでいる写真を公開。昨夜は GTO。 定期同窓会と報告した、同作は1998年にフジテレビ系で放送され、4人は反町隆演じる高校教師、鬼塚英吉の生徒役を演じていた。放送から23年が経った今も続く共演者たちの友情に、ファンからは、きゃあ、豪華すぎる。今となっては最強メンツ。 すごい懐かしすぎる今でも集まってるとか胸ねなど反響が殺到しているまた久保塚は池内欠席と同じく生徒役だった池内ひ之は出席できなかったことを明かしており池内さんがいるときにまたやってくださいまた同窓会の写真あげてくださいなどの声も上がっている。